回は皆様にお知らせがあります。なんと6月の11日と12日の土日、東京でエママのポップアップストアが開催されます。もちろんエママメンバーのさやきちゃんとさやちゃんと私とみゆちゃんも来ます。そして一緒に写真撮影ができるイベントもあります、まあ、前回と同じですね。で、このモデルのカッなんて、私たちにお洋服を選んでもらえるかもしれません。はい、今までどうでした？選びました？今まで選んだことありますか？ありますね。あります。なんかファンの子とかに、ファンの子とか来てくれるので、なんかおすすめのやつありますかとか聞かれて、あ、これおすすめですやってます、飲んでください。そして当日5000円以上お買い上げの方に、先着順で写真撮影券を、お渡しします。それの時間に来ていただいて、4人で写真撮影ができます。はい、そして7000円以上お買い上げの方は、そのエママのオリジナルグッズをプレゼントします。1日目は2種類のミラーから1つ好きなのを選びます。2日目は、オリジナルボトルを2種類の中から1つ選べることができます。はい、ここで注意点です。はい、注意点です。現金のお支払いはできません。なので、あとスイカとかに入れていただいたら、チャージしてください。チャージしていただいてという形になります。そしてこのミラーと、あのオリジナルボトルはなくなり次第終了なので、ご了承ください。早くご了承ください。かしこまりました。みんなに会えるのを楽しみにしてます。ぜひ来てね。はい、で、すみません、ここから場所のお知らせです。はい、東京で開催されます、はい、渋谷区神宮前、はい、4-25-28 G ビル神宮前 B 棟1階っていう、まあ、長い住所なんですけど、竹下通り歩いて何分とかありますか？なんと原宿駅から徒歩9分、お表参道駅から徒歩8分、お原宿明治神宮前駅から徒歩4分の素晴らしい立地となっております。なんか聞くところによると、キャットストリートの裏とか近くで聞きましたね。ちょっとまだ場所を私も把握してないんですけど、よく原宿とか友達で、ね、来る子とかは、ちょっと行ってみようって言って、そうね、会えるからね。会えるからね。そうだよ、なかなかないよこの4人に会える機会。過去2回にわたって、はい、青山と名古屋で開催しましたけれども、はい、今回も頑張って頑張ります。頑張ります。あと、あのなんかよくそのイベントとか来てくれた子で、なんか1対1で写真撮れますかっていうのはできません。4人で、あくまでも写真券は4人で撮るやつなので、4人プラスゲスト。そうですね、はい、あと感染症対策として、あの入場制限を行っております。そちらはエマムアとキューガルの公式インスタをチェックしてください、はい、ご覧ください。はい、この4人も多分、あ、この4人ってかミユも含めて4人もね、宣伝してくれてると思うので、はい、各自 SNS をチェックしてご来場いただけたら嬉しいです。嬉しいです。ちょうど今撮影日から2週間後ですね。はい、ちょっとこれを早く編集して出さないといけないという使命感に燃えております。撮影者です。頑張ります。頑張ります。はい、じゃあ楽しみですね、はい、また2週間後この3人プラスみゆに会えることを楽しみにします。はい、バイバーイ。みんな来てね。みんな来てね。イエイ。